はいええー、皆さんこんにちは。本日はですね。こちらマイクがね。ちょっと見切れてると思うんですが、それはですね。なぜかと言いますと。とえー、今日ご紹介する商品がこちらになるんですね。shure の sm7b というね。ダイナミックマイクになります。このね、マイクとこちらゼンハイザーが出している、えー、m k h 4 1 6というマイク。こちらのね。音をちょっと聞き比べていきたいと思うので、わざと見切れさせて。 まますす早速ね開封していいいきたいとお、まあ、こちらのねシュワさんの SM7B という商品は結構ねまあ有名な商品なんですがダイナミックマイクということでこちらねポッドキャスト等で結構使われております。で価格的には、えー、600ドル程度なので。 日本円で多分7万ぐらいかな、8万ぐらいするマイクになります。中身としましては、まリセツとね、あとステッカーですね、ステッカーにまあ紙関係ですね、紙関係が入っております。はい、中身はですね、こちら本体ですね、本体になっております。そしてあとは、こちらプレートがついております。多分ね、これ裏につけるのかな、ここに。 つけるのかなよく分かりませんがプレートがついておりますあとは、えー、こちらですねという感じになっております早速ですがこの子をインストールしていきたいと思います一応ねデスクスタンドも購入しましたデスクスタンドこちらロードさんのね DS1 という商品になりますこちらに こちらにね、つけていきたいと思います。あとですね、私、こちらも購入しました。こちらのね、クラウドリフターというものを購入しました。結構ね、ダイナミックマイクは、あのー、なんていうの、電力がね、ハングリーになりがちなので、この子でね、えー、パワーアップさせるという商品になっています。この子ね、購入しました。中身はね、こんな感じのものになっております。 はい。ということでですね、セットアップ完了しました。こちらね、シュ r ーの SM7B と、クラウドリフターをね、接続しております。まずはですね、じゃあ、普段聴いていただいている、えー、ゼンハイザーの MKHFO16 のね、音を聞いてください。えー、ただいまね、マイクのテスト中です。いかがでしょうか。えー、っと、まあ、来年にはね、私、新しくね、ポッドキャストのチャンネルを始めようと思っております。ぜひね、 えー、マイクの方にも多少はね、こだわっていきたいと思っております。はい、続きまして、こちらはですね、シュアさんが出しております SM の、ね。SM7B のダイナミックマイクロフォンでお話をしております。えー、音声の違いいかがでしょうか、えー、こちらのマイクはね、ダイナミックマイクロフォンということで、角度をね、変えますと、結構音をね、拾わなくなると思うんですよ。いかがでしょうか 真正面じゃないとね、ほぼほぼ音を拾っていないと思います。いかがでしょうか。でですね、まあこちらのマイクは結構、ポッドキャスト等ではね、定番のマイクになっております。えー、私もね、えー、来年にはね、ポッドキャストのチャンネルをね、できたらいいなと思っております。ぜひね、その時は皆様よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えー、シュアーさんの SM7B の紹介だったんですが、音声聞き比べいかがだったでしょうか皆様の好みはね、どのマイクだったでしょうかということです。こちらね、ダイナミックマイクロフォンなんですが、このねシュアーさんのこのマイクは結構ね、ポッドキャストをやられる方は定番で使っているマイクだと思います。私もね、軽く音声チェックの時に触れましたが、 来年はね、ポッドキャストもやっていこうかなと思っております。その時はね、ぜひね、えー、皆さんね、力をお貸しください。ということですね。こちらのマイク、決してね、安いマイクではないんですが、ぜひね、あのー、カメラ購入して、ある程度満足した方は、ぜひね、音声やライティングの方にね、こだわってみてはいかがかなと思います。ということです。それでは皆さん、良い一日を。